討伐完了だ。お疲れ様でした。お疲れ様。怪我したりしてないか？はい、問題ありません。ティアは大丈夫か？って、あれ？ティアはどこだ？あ、向こうから戻ってくるよ。お疲れ様、ティア。どこに行ってたんだ？これを取りに。おお、あの球体へ行くための紋章か。二つ揃えることができたから、ようやく光の核へ行ける。そうか、いよいよだな。光の核って？なあ、ティアが目指していた場所だよ。それについて、みんなに話したいことがあるんだ。じゃあ、一旦町に戻りましょうか。プレミアちゃん、ティアちゃん、まずは町でゆっくり休もう。はい、わかりました。どうかしましたか？別に、何でもない。ティア。ティアちゃん、私たちの前からいなくなった後に、そんなことに巻き込まれていたんだ。それにしても、未来の自分の意識か。不思議なこともあるものね。VR の中だからこそ、そんな SF みたいなことも起こり得るんでしょうね。だけど、話に出てきた光っていうのは何なんだろう？その光は、おそらく、様々なデータが生成される、特異点だと思われます。特異点？フィールドマップや NPC、クエストなどが、この世界に展開される際の、ポイントのことです。例えば、パパたちが街からフィールドに転移するときにも、そのポイントは発生しています。ただ、通常そのポイントは表面に出ることなく存在に気づくことはありません。ですが、ティアさんの見た特異点は例外的にデータが展開された時のものだと考えられます。例外的？それってもしかしてアインクラッド創生のこと？はい。アインクラッド創生のために発生した特異点は、崩壊モジュールが消失した今も残っていると考えられます。その特異点っていうのに、ティアちゃんは接触しちゃったんだ。でもなんで特異点に接触すると未来の意識が流れ込んできたりするんだろう？特異点ではデータを展開するために超高速演算が行われているんだ。そこに NPC であるティアが入り込んじゃった結果、ずっと先にあるはずの意識が演算で導き出されちゃったの。じゃあやっぱりティアちゃんに流れ込んでいる意識っていうのは未来のものって考えで間違ってないんだ。あくまでその時の状況から導き出した一つの未来ってことだけどね。見た目についても演算の結果から再構築されちゃったんだと思う。ただ演算の途中で抜け出したからいろいろと不安定な状態みたいだけど。一時的にティアさんの姿に戻ったり、パパがブルーカーソルにならなかったのも不安定なステータスが理由です。なるほど、そういうことか。演算によって導き出されたティアさんの意識は今も本人に結果を上書きしようと干渉を続けています。その干渉ってのはどうすりゃ止められるんだ？ティアがやろうとしていたことを実際に行えばいいんだ。導き出された可能性の断ち切りを。可能性の断ち切り？それにはまず特異点って場所に行く必要があるわけだな。ああ、だからフィールドを攻略して特異点のある場所を目指そう。攻略なら任せとけ。こちとら伊達にあまたのゲームをクリアしてねってもんよ。
得意点を目指すのはできる限り急いだ方がいいかもしれません。もちろんそうするつもりだけど、何かあるのか？得意点が表面化しているのは例外的なことだというのはさっき話した通りです。その得意点がプレイヤーの活動区域に存在するとなれば、運営が必ず対応を取るはずです。確かに本来は表面化していないものが表に出てきてしまっているわけだもんな。もしパパたちがたどり着く前に得意点を塞がれた場合、ティアさんへのデータ干渉を断ち切ることができなくなります。塞がれた後も裏でデータの上書きは繰り返され、やがてそれがエラーとしてカーディナルに検出されれば、エラーの削除機能によってティアとプレミアが消されてしまう可能性があるのか？消される？そんな。わかった、急いで攻略を進めよう。みんな協力してくれ。もちろんだよ。プレミアちゃんにティアちゃん、二人を絶対に守ろうね。ああ、必ずだ。キリト、みんな。どうしたの、プレミアちゃん。そんなに慌てて。ティアがどこにもいません。え？どこにもいないって。さっき、ここから出ていくのは見たけど。帰ってくればここを通るはずだし、気づかなかったってことはないわよね。私、念のために部屋を見てくるね。ティアちゃん、あまり人のいるところには行かないから、探す場所は限られますよね。そうした場所を回ってみたのですが、見当たりませんでした。ティア。近頃のティアは、少し様子がおかしかったです。どういうこと？何かを考えているような、難しい顔をしていました。ダメ、部屋にもいない。あの子の性格からして誰かに連れ出されたなんてことはないでしょうし、自分からどこかに行ったとしか考えられないよね。今のティアちゃんが行く場所といえば得意点、そこしかないな。まったく、追いかけっこが好きなお嬢ちゃんだぜ。捕まえてやりましょう。プレミアを心配させたお仕置きをたっぷりしてあげなくちゃ。行きましょう、キリト。ああ、必ずティアを助けるんだ。望まない未来に一人で抗うティア、人とのつながりを拒み続ける彼女にこそ支えとなる人が必要なんだ。私が望む可能性。私は一人のまま、いくら抗っても可能性は変わらない。うるさい、うるさい、うるさい。私の未来は私が決める。私はあの可能性から逃れられず、一人さまよい続けるだけ。
アインクラッド創生による世界崩壊の危機以来、姿を消したティアを探すため、俺たちはアインクラッド攻略に乗り出した。そこで出会った仮面をつけた NPC、 彼女こそが俺たちの探していたティアだった。ティアはアインクラッド創生によって生じた特異点に触れたことで、未来の自分の意識を生み出してしまう。その未来は、彼女がこの先も自分の可能性の答えを見つけられないという残酷なものだった。未来の意識はティアだけでなくプレミアにまで影響を及ぼし、二人の存在は危機的な状況を迎えていた。俺たちはこの状況を打開するために、消えたティアを追いつつ得意点を目指した。みんな準備はできた？ポーションに結晶、装備も見直したし、準備 OK です。なんたって、これから私たちが行こうとしている特異点の周辺って普通のフィールドとは違うんでしょ？例外的にアインクラッドを創生した特異点ですから、おかしな点はいくつもあるはずです。ちぐはぐなフィールドが広がっていたり、その場にそぐわないモンスターがいたりする可能性があります。そんな話を聞いたら、もう一度ストレージの中を見直したくなっちゃった。私も、もう少しポーションを買い足そうかな。ほらほら、お嬢さん方、そんなこと言ってないで、そろそろ出発しようぜ。ティアはすでに得意点へ向かっているわけだものね。それにユイちゃんが言ってた運営の話も気になるよね。本来だと表面化することのない特異点がむき出しになっちゃってるのが問題だって話でしょ？運営がそのことに気がついて蓋をしまったら、ティアに干渉し続けるデータを断ち切れなくなっちまう。そんなことになる前に急いで事態を解決しないとね。まったく、毎度毎度大きな問題に巻き込まれるメンツだな。悪いな、アルゴ。情報がほとんどない場所に向かうだけに、お前の知識を借りたいんだ。デートのお誘いかと思ったらこれだもんな。がっかりだよ。アルゴの場合、デートよりも未知のフィールドに行くって方が喜ぶんじゃないか。お姉さんを何だと思ってるんだ。ま、未知のフィールドが楽しみなのは当たってるけどな。ティアのことが心配か？私に流れ込むティアの思いは、いつも一人ぼっちでとても悲しくて辛いものです。だから一人ぼっちにならないように私が寄り添おうと思っています。そうしてもらったらティアも嬉しいはずだよ。よし、それじゃあプレミアとティアを助けるために得意点に向かおう。はい、どんなところであってもみんながいればお茶の子さいさいです。みんなよろしくな。おう。一人ぼっちのティア、それは彼女が人を信用していないからに他ならない。そうなってしまったのは、間違いなく人である俺たちプレイヤーの影響だ。だから彼女にはプレミアだけでなく俺たちも寄り添う必要があるんだ。